こんにちは。今回は J リーグの2021-2022オフの移籍市場でのガイナーレ鳥取の補強ポイント並びに獲得できたら面白いと思う選手をピックアップしました。本日は2021年の10月1日です。 J3 は20節が終了しましたが、昇格争いは大混戦です。目の離せない展開になっていますが、早くも10月に突入したのでオフの移籍話が気になり始める時期です。今回は下位に低迷する J3 のガイナーレ鳥取をピックアップしたいと思います。本動画の構成ですが、まず最初に2021年シーズンの鳥取を簡単に振り返った後、現チームの強みと弱みはどこなのかを数字で示したいと思います。3番目で鳥取の補強やチーム作りの傾向や考え方を述べた後、今オフに流出や退団や移籍が考えられる選手を6人ピックアップしました。5番目で今オフの鳥取の補強ポイントを述べた後、最後の6番目で鳥取が獲得できたら面白いと思う選手を18人ピックアップしました。それではスタートです。まず最初は2021年シーズンの振り返りです。 J3 は20節が終了しましたが、19試合で5勝12敗に分けて13位となります。開幕前は上位候補に挙げられましたが、序盤から低迷しました。2013年以来の J2 復帰はほぼ不可能な状況です。5月4日に高木監督が解任されましたが、監督交代後も成績は上がりませんでした。監督交代前と監督交代後の成績を書き出すとこの通りです。高木体制では2勝4敗1分けでしたが、キム・ジョンソン監督になってからも3勝8敗1分けです。1試合平均の勝ち点は前監督の時が 1.00 で、現監督の時は 0.83 なので、監督交代が成功したとは言い難い状況です。失点数が大幅に増えていますが、大黒柱の井上が流出した影響はあまりにも大きかったと言えます。田口など期待された若手が伸び悩んだのも誤算でした。さらに攻撃の中心である安藤が6月に大怪我をして今シーズン絶望になったのも大誤算でした。20節を終えた時点で3ゴール以上挙げている選手は誰もおらず、得点源になれる選手が出てきませんでした。その一方でユース出身の瀬瀬など若手の台頭はポジティブに考えられます。今度は今シーズンの鳥取の強みや弱みを示したいと思います。まず最初は主要プレイヤーの成績です。高卒2年目となる田口は得点源になることが期待されましたが、18試合で2ゴールのみです。大卒2年目の大久保も14試合でノーゴールです。 FC 岐阜から獲得した石川は15試合で2ゴールを挙げており、ここ最近は攻撃の中心として存在感を発揮していますが、谷尾は7試合でノーゴールです。安藤はさっきの通り6月に怪我をして長期離脱中です。今度は守備陣です。キーパーは昨シーズンと同様で田尻が正キーパーを務めました。群馬から期限付き移籍の鈴木が守備の要として活躍していますが、センターバックのもう一人はなかなか固定できませんでした。キープレイヤーの魚里が11試合の出場にとどまっているのも鳥取の誤算の一つです。市船出身で高卒ルーキーの石田はまずまずの1年になっています。今度は各種のスタッツです。1試合平均の失点数は 1.84 になりますが、これは J3 で最多です。この中で目立つのはコーナーキック獲得回数です。サイド攻撃が中心となりますが、 6.1 回というのは J3 で最多です。攻撃に関してはタレントが少なくないチームですが、1試合平均の得点数は 1.00 で J3 で11位タイです。その他で気になる数字を挙げてみると、セットプレーから4得点というのは J3 最小タイです。セットプレーから8失点というのは J3 でワースト2位タイです。平均年齢は 24.55 歳ですが、
これは J3 で最も低くなります。平均身長は 175.94cm ですが、これは J3 で高い方から数えて9番目となります。途中出場した選手のゴール数は6です。今度は鳥取の補強やチーム作りに関する傾向や方針や考え方についてです。過去6年間の平均年齢はこの通りです。見ての通り例年若いチーム編成になっています。期限付き移籍で若手を借りるケースが多いクラブです。今シーズンも原田や横川や杉井などを期限付き移籍で獲得しています。ただ地方クラブで資金力が乏しいというハンディを抱えているのは否定できません。地理的なハンディも大きいと言えます。今度は今オフに流出や退団や移籍が考えられる選手についてです。怪我で長期離脱していますが、安藤は J3 屈指のドリブラーなので J2 のクラブなどへの流出が考えられます。ダブルボランチのレギュラーのセセと新井もボランチで奮闘しているので J2 のクラブなどへの個人昇格が考えられます。昨シーズンまでは主力だったカニは出場機会が減っており移籍の可能性があります。秋山はセレッソからの期限付き移籍となります。鳥取では2列目で起用されるケースが多くなっています。今度は鳥取の補強ポイントについてです。最優先補強ポイントは以下の3つです。得点源になれるストライカー、サイズのある選手、空中戦に強い選手、経験値を持った選手、リーダータイプのセンターバックとなります。チーム内得点王が2得点というのは寂しい限りです。セットプレーが大きな弱点になっているので、サイズがあって空中戦に強い選手を獲得したいところです。その他の補強ポイントは以下の3つです。キム・ジョンソン監督のサッカーを理解した選手、固定しきれなかった右サイドバックのレギュラー候補、優秀なプレースキッカーです。右サイドバックは若手の坂本が台頭中ですが、実績のある選手を獲得して競争させたいところです。最後に今オフに鳥取が獲得できたら面白いと思う選手を挙げてみました。まずは得点源になれるストライカーです。群馬の加藤純也、鹿児島の園田、鳥栖の和田の3人を挙げてみました。加藤純也は2017年と2018年は鳥取で大活躍しました。園田は沼津時代に19ゴール挙げた実績があります。今度はサイズのある選手、空中戦に強い選手です。山口の真鍋は 182cm、 水戸の岡本は 185cm、 岩手の田平は 188cm となります。岡本は新潟、田平はセレッソが保有権を持っています。今度は経験のある選手、リーダータイプの選手です。若手主体の弊害でチームを引っ張れる選手がなかなか出てきませんでした。内枝の秋山と内枝の杉本はいずれも鳥取でプレーした経験があります。竹本はセレッソで長きにわたって活躍しました。今度はキム・ジョンソン監督のサッカーを理解した選手です。岡山の増谷、鹿児島の田辺、 FC 琉球の中川の3人を挙げてみました。いずれの選手も FC 琉球の時にキム・ジョンソン監督の指導を受けており、キム・ジョンソン監督の下で大飛躍しました。今度は固定しきれなかった右サイドバックのレギュラー候補です。長崎の米田、愛媛 FC の三原、福島ユナイテッドの池高の3人をピックアップしました。三原と池高は年代別代表でプレーした経験があります。米田は中盤が本職で組み立てに貢献できる右サイドバックです。最後は優秀なプレースキッカーです。左右両足ともプレースキッカーが不足していますが、秋田の江口、山形の堀米、相模原の船木の3人を挙げてみました。堀米は千葉、船木はセレッソが保有権を持っています。以上になりますが、
今オフ並びに来シーズンの鳥取はどうなるでしょうか。2020年シーズンの目標は当然のことながら J2 復帰です。最後に J2 に所属したのは2013年なので、かなり昔の話になってしまいます。オフの人事で最初に注目されるのは監督の去就です。結果が出ていないことを考えると退任の可能性の方が高いと言えます。今シーズンは下位に低迷していますが、安藤や瀬瀬や新井など有望な若手はたくさんいます。有望株の流出はできる限り避けたいところです。若手育成路線はそのまま継続させたいところです。ユースから有望な若手が出始めているのはポジティブに考えられます。何が何でも頼れるストライカーを手にしたいところです。かつてはレオナルドを発掘しています。今回の動画は以上です。本動画では鳥取を取り上げましたが、それ以外の J リーグの56クラブの動画はすでにアップ済み、もしくは今後アップ予定です。見逃し防止のためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は毎日夕方の18時ぐらいにアップしています。最新の動画をチェックするときはそれ以降の時間帯にアクセスしてください。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。